山本選手そして香川選手の間で決勝戦が行われます。山本選手も浮かずにこう突っ込みますとね、はい、あの香川選手の左が怖いんでですね、ちょっとこうなんて言います、攻めがちょっと消極的になりました、はい、あ今の左の突きですね、はい、あれが怖いですね。本当に浮かずには入れないという感じがいたしますね。そうなんですね。3本勝負の1本目をですね、はい、結局香川選手取りましたね。取りましたね。非常に有利にこれから展開します、はい、やっぱり取り返すの早いですね。山本選手早いですね。チャンスの掴み方、はい、タイミングは実に素晴らしいと思います。思い切ってやっぱり攻めに入ります。はい、取ったら取り返すということを早めにありますから常に優位に立てるわけですね、はい、そうなんですね。山本選手が本格的な追い突きで突っ込んだ時はですね、はい、その突っ込む余裕を見てですね、あの出会いを狙うってことはちょっと不可能なんですね。そうですね。非常に速いです。モーションが小さいしいきなりズバッと入り込みますから、はい、今の香川選手の蹴りを外して横からです、ね、裏剣でしたね、はい、また早取り返しですね。これで2本目は結局これで山本選手が取りました。はい、ケースですが、はい、あのちょっとあの香川選手の突きがちょっと不確実でしたね、はい、ちょっと外れた感じです。これで1本3本目3本目取りました、はい、感じですね、はい、確認をしています。はい、3本目取りました。まあ最初は香川選手有利に試合を展開して、はい、まあこれで